カメハメハ4世、1834年2月9日から1863年11月30日は、ハワイ王国第4代の国王。カメハメハ4世は1834年2月9日に、ホノルルで生まれた。両親は共に王国の政治家であり、祖父は、ハワイ王国の建国者、カメハメハ1世である。幼いうちに、 オジカメハメ派賛成によって後継ぎに指名され、ホノルルの王急学校でプロテスタントの宣教師による教育を受けた。この王急学校は現在も名門校、プナホー学園として存続している。1849年には教育目的でアニロット、カプイワと共にサンフランシスコに渡り、パナマ、ジャマイカ、ニューヨーク、ワシントン DC を経てさらにヨーロッパへ行き、 多くの国々を順報している。帰国後は、カメハメハ三世の元閣僚として、行政経験を積んだ。また様々な外国語を学び、王国がモデルとしていた、ヨーロッパの社会規範の習得に努めた。1855年1月11日、カメハメハ三世の正教を受けて即位。この時彼は、若干20歳であった。1856年、カメハメハ四世は、 エマ王妃と結婚、唯一の子であるアルバート王子を設けた。アルバートの洗礼は、イギリスのビクトリア女王が、名親となり、ホノルルの聖アンドリュー大聖堂で行われた。不幸にしてアルバートは4歳で亡くなり、ハワイ全島が悲しみに打ちひしがれたという。1857年には、フリーメイソンのオセアニアプログレスロッチノ124のマスターに就任した。 当時のハワイ王国は、急増するアメリカ系移民から政治的、経済的に多くの圧力を受けるようになっていた。カメハメハ4世はアメリカがハワイを征服するのではないかと恐れ、通称、貿易におけるアメリカへの依存を低めるよう努め、また、イギリスをはじめとするヨーロッパの国々との取引を模索した。しかし彼の在位期間は、十分な効果を上げられるほど続かなかった。 また、カメハメハ4世とエマは、ハワイ市民の健康のために尽力した。当時海外から持ち込まれたハンセン病やインフルエンザが、ハワイの先住民人口を激減させることが恐れられていたためである。1855年にカメハメハ4世は、公立病院や高齢者向け施設の建設などを盛り込んだ野心的な法案を議会に提出するものの、1852年の憲法で、 多くの権限を手にしていた議会はこれを否決。これを受けてカメハメハ4世とエマは独自で基金を募り、現在も先進的な病院として知られるクイーンズ病院を建設、またマウイ島にはハンセン病の医療施設を建設するなど、かなりの成果を上げた。なお、1860年には新見正沖、村垣則正ら日本の県米施設がハワイに寄港しており、 ニーミラがカメハメハ4世に破越している。カメハメハ4世は1863年11月30日、機関主全息のため29歳で逝去し、アニロット・カプイワがカメハメハ5世として後を継いだ。エマオー大号はこの後も活発に政治活動を続け、1874年の国王選挙にも立候補するが、カラカウアに敗れた。1856年、 カメハメハ4世は12月25日を感謝祭の祝日とした。これは当時の宣教師たちは保守派が多くてクリスマスは異教の祭りだというからであった。しかし6年後にはこの日をクリスマスの祝日に改めた。英雄フェーマスフリーメイソンズグランドロッジオブブリティッシュコロンビアユーコン2015年9月13日閲覧 ありがとうございます。